はい、今回は DMM ワイマックス雑談やっていこうと思います。はい、今回ね雑談していく内容なんですけれど、前回 W01 レンタルしていたものを返却したっていうね雑談内容の動画アップしたんですけれど、今回はその返却の際とその前にね速度テストの方やったんですけど、実際にねルルカはずっと DMM で借りた YMAX の SIM を W04 に入れて使うことによってめちゃめちゃスペックが良くなるよと、コスパが良くなるよっていうのをずっとね推奨していました。で、実際に W01 と W04、 あ、 WX01 と W04 で、まあ、速度ね SIM を入れ替えて検索試したところ、やはりね W04 の方がスペックが高いよって、まあ当然ですよね、機種として3年近く差が出ているので、まあスペックもねかなり差が出ていると思います。でこっちの方が良かったので、やはりね、まあ、多少お金はかかってしまうんですけれど、自分的にはこちらの方が W04 を購入して DMM でレンタルしたものの SIM を入れ替えて使うといいよって話したんですけれど、肝心のねSIM を入れ替える方法というものを説明していませんでした。で、実際に SIM の方 DMM 側では推奨していません。入れ替えをねダメとは言ってないけど、ダメとは言ってないけど、交換した際に何かがあったらそれは自己責任ですよということになってます、 DMM さん。はい、まあ、当然ですよね。何にでも入れ替えていいよとか言ったらとんでもないことになっちゃうんで、当然だと思います。もちろんサポートとしては違う端末に入れ替える方法等々のサポートも一切していません、 DMM さん。まあ、これも当然ですよね。なので、人によっては、まあ、ルルカがねこんな感じで W04 に入れて使うとすごいいいよっていう風にお勧めしていると思うんですけれど、って言われてもね、届いた普通にね DMM でレンタルした場合は届いてすぐに使えます。はい、すぐに使える状態ですけれど、まあ、W04 に入れ替えるとすると SIM を入れ替える作業があります。で、これが、運営、DMM のサポートとかなしで、自分でちゃんと入れ替えて設定ができるのか、ここがね、やっぱ心配になる方いると思いますし、実際にコメントでいただきました。なので、今回は、今ね、もうすでに W04 に SIM を入れて、WX01 の SIM を入れて、使っていたんですけれど、今回はこちらの SIM を元に入っていた WX01 に戻して、ここからね、どうやって SIM の入れ替えをするのかっていうのを紹介していこうと思っています。はい。まあ、そんな感じ。で、まあ、早速になるんですけれど、まず、WX01 の SIM 抜きからお話ししようと思います。WX01 に関しては、ちょっと待ってくださいね。SIM っていうのが、横にはありません。はい。このね、まあ、裏蓋にね、大事な、ちょっと見せれないんだよな。多い、大事な内容が多いんで見せれないんですけれども、裏蓋、どこにあるかな、ここが、見えるかな、裏蓋をね、開けることができて、裏蓋ね、開けることができて、中にバッテリーが入っていて、まあ、昔の携帯電話をイメージしていただけるとわかるんですが、昔のスマホとかをイメージしていただけるとわかるんですけれど、バッテリーの奥に SIM が入っています。まあ、とりあえずね、裏蓋開けていこうと思います。裏蓋を開けるとこんな感じで、バッテリーが入っています。はい、こんな感じですね。で、このバッテリーを取ります。そうするとちょっとね見せれない内容が結構あるんで、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、もうこういう風にバッテリー取ることができます。そうするとここにね SIM って書いてあるんですけど、ここに SIM が入っています。見えますかね、これですね、これが SIM で、この SIM どうやって出すかっていうと、カチって言うんですけど、押すとピョコンって出てきます。まあ、大抵のね、SIM ってこんな感じで出てくるもんだと思うんですけれど、こんな感じで出てくるんで、そしたら、あとは抜けばいいだけです。はい。で、抜くと、こんな感じでね、DMM さん、一応、UQYMAX っていう風に表示されてるんですけれど、実際入ってる SIM っていうのは、見えるかな？ピンボケしてますね。これですね。はい。
au の LTE の SIM が入っています。なのでこの SIM を取り出して、さっきのね、裏の部分からこちらの W04 の SIM 入れるところに挿していきます。で、W04 の SIM どこに入れるかというと、こちら横になってます。横のピント合わないですね、今回。これですね、マイクロ IC カードって書いてある、ここに SIM が挿せます。で、方向っていうのは、見にくいな。ここのね、ちょっとなんか今回なんかピントがなかなか合わないんですけど、見えますかね、これ、ここにある向きですね、の形で入れます。なので入れ方としては、こうかな、この金の画面、あ、金の部分が上に来るようにこんな感じで刺します。見えないな。で、ちゃんとね、今聞こえましたが、カチッっていうまで入れます。で、まあ、蓋をしましょう。蓋を閉める。で、その後こうやってね、表示されてると思うんですけど、なんかね、今日ね、ちょっと光の反応で見にくいんですけど、SIM を入れ替えたらね、再起動してくださいって表示がされますので、ここに電源ボタンあるので、長押ししてみましょう。で、長押しして、再起動って出てくるんで、再起動をしてもらい。で、これで再起動始まります。なんでね、まあちょっと指紋すごいですね。指紋ついちゃってるんですけど、これで再起動待ちます。そうすると、まあちょっとね、数十秒待つことになると思うんですけど、起動中ですね。もう少しかな。今ね、内部的に設定してくれてると思うんですけれど、基本的に今 WX01 に入っている SIM をこちらに入れて、あ、終わりましたね、入れ替えたんですけれど、もう終わりです。はい、これで設定完了です。特に SIM を差し替えた後に何かの設定をする必要はありません。ただただ入れ替えるだけで OK です。一応ルルカが最初の頃見た内容だと、ここね、今 au って書いてあるものが W04 の au っていうものを使ってるんですけれど、前上げた動画でコメントいただいた方のにちょっと教えていただいたんですけれど、ルルカは一応この中身に入っているものが au の SIM っていうのを知っていたので、au の端末を買いました。はい。この端末自体が au って書いてあるものと UQiMax のものがあるので、一応念には念を入れて、ルルカは au の SIM なので au バージョンを購入しました。ただ、まあ、これはね、自分が使ってないんで確信ではないんですけれど、UQ のものも同じように差し込むだけで使えるようです。はい。ただ、これは自分が実際に使っていないで情報として聞いたものなので、もしかしたら違うかもしれないし、実際に au のものの方が UQiMax のものよりもちょっと値段が高いです。で、なんでそれが高いの差が出ているのかっていうのがちょっとね、疑問は残ってしまうんですけれど、はい、まあその辺はね、個人的に調べていただいたりするといいと思います。ただ、まあルルカはね、一応自分が試していないので、au 版をお勧めしています。まあそんなに値段変わらないので、今だと多分7000円近いぐらい、7000円ぐらい。ですね、新品で7000円程度、1万円いかない程度で購入ができますので、新品の au 買うのが一番いいんじゃないかなと思います、正直。はい。気にならない人とかね、まあまあ、ちょっとしたギャンブル、ちょっとでもね、安く使いたいよって人であれば、中古で買えばもっとね、ぐんと値段下がって買えます。ルルカは一応新品で買ってしまったので、まあそのぐらいの値段になるんですけれど、中古でもね、出ていますので、気にされない方はね、中古で購入するのもいいと思います。はい。まあ、そんな感じで WX01、まあ、このまま使ってもいいんですけれど、まあ、SIM 交換思ったより楽ですよね。普通の場合になるんですけど、他の格安 SIM の場合になるんですけれど、 SIM レンタルで借りてその SIM を挿した場合は、なかなかのね、手続きが必要です。手続きっていうか、設定 APN 設定だったかな、設定って言うんですけど、
APA だったかな、 APN かな、多分設定かな、なんかね、そんなね英語のね設定があるんですよ。でそれに要はそのいろいろなパスワードとかを入れていって受信できるように設定をするんですけれど、ありがたいことに YMAX のこの端末に関しては挿すだけで設定の終わってしまうので、まあ、誰でもね簡単に入れ替えができると思います。今の見ていただいても分かる通り、まあ SIM の交換の際に SIM 等々が壊れてしまったり紛失した場合は自己責任と言ってますけれど、まあ別に普通の場所でね、この裏側の蓋を開けてバッテリーの下に入っている SIM を取り出して、このね W04 の横に差し込むだけの状態で、まあ壊れたりとかね紛失っていうのは相当気をつ、なんかね起きなければ大丈夫だと思います。万が一何かね事故があってなった場合に保証がないので、やっぱ交換するの怖いなと思うんであれば、まあ、WX01 使っていいと思います、そのまま。はい。ただまあ自分のねコスパいいなと思うのは W04 なので、今回一応こういう風に交換する作業の方を紹介させていただきました。ちなみに WX01 の赤に関しては今も即在庫がありました。今日頼むと18日に届きます。はい。値段も6ヶ月で借りるとかなり安くね、2000円台中盤で借りることができるので、 YMAX がね締め切りなんですか、その期限等がねなくて、2年縛りとかね縛りがなくて、なおかつ往復送料も込みで、まあ、3000を切る値段で持てる、でスペック的にもまあまあいいし、もしもっと上を目指すんだら SIM を変えて使うこともできると。まあ相変わらずねルルカは YMAX 推しになっています。さらにさらに言うと、9月のね10日だったかな、13時だったかな、それぐらいからW04 のスペックが上がりました。確かね、申し訳ない、これはちょっと聞いただけなので間違ってる部分あったらね、またコメント等でいただいたら嬉しいんですけれど、なんかね高速通信がさらに速くなったらしいです。カッコ W04 だけだったと思います。なんか、この1回でね、ここにデータが飛ぶ量を最適化ですかね、したことによって、速度とかを出したりできるみたいな、なんかそんなね、難しいシステムによって、速度が高速化して、どこだったかな、どっかの高速道路とかの一部からスタートで、さらなる高速化がされるようです。はい、W04 さんね。なんでさらに W04 はいい機体になっていくかなって気はします。はい。まあそんな感じでね、自分がいいと思うもの紹介していますので、今回はその紹介しているのにもかかわらずね、今まで入れ替え方法を紹介していなかったので、ちょっと試す、それいいよって言ってるけど試すにしてもやり方ちゃんと説明してくれよっていう方ねいたと思うんで、どうでしょうか。軽くなんですけど説明のをさせていただきました。まだね分からない点あったら気軽にコメントください。一応もう一回おさらいで言えば WX01 届きますんで、届いたら裏蓋開けれるので裏蓋を開ける、まあ、この時ねめちゃめちゃ思いっきり剥がさずね、しっかりこの開ける場所があるんでここから開けましょう。言うてもねプラスチックなんで思いっきり開けちゃうとバキッと折れちゃう可能性もあるので、ここだけで注意しましょう。開けてバッテリー入ってますのでバッテリーを外す。そうすると SIM が入ってますので裏をカチッと押すとねポコって出てくるんで、でそれを抜いてこのねマイクロ IC カードのところを開けて金の方をね上に向けて差し込む。はい。でその後蓋を閉めて電源ボタン長押しして再起動が出てくるので再起動する。で再起動するのを待つ。まあ、あとは、ついてきたね、W04 とかにも、こういうのパスワードがあるので、パスワードを Wi-Fi 画面、他のスマホで開いた時に Wi-Fi 画面にパスワードを入れてください、出てくるんで、そこにパスワードを入れる。まあ、それだけでも使うことができますので、めちゃめちゃ簡単に移行できると思います。まあ、このね、内容でわからない場所があったら、ぜひ聞いていただければ、コメントでお返事するか、もしくは、ちょっとね、コメントだと長くなりそうだなとか、分かりにくいかなっていうのがあれば、またこんな感じでね、あまり凝ったものは作れませんが、簡単な動画にして紹介していこうと思います。はい。まあ、そんな感じなんでね、まだ、
YMAX、DMM の YMAX を使ったことない方、興味がある方はぜひ、今在庫がある赤、ルルカと一緒のね、中肉臭い赤、青がね、ちょっと在庫数になったかな。で、ルルカがね、返却したんですけども、001は在庫ありませんでした。残念ですね。と、あるのでね、よろしければ、リンクの方に貼っておきますので、そちらから借りていただけると嬉しいです。あと、一応興味深いのでね、YMAX のモバイルルーターのドコモ版も出たんですよね。レンタル開始しました。DMM で。ただ、3日3ギガ制限があるので、au ね、この YMAX、3日で10ギガ制限です。なんで、まあ、3日で3ギガ厳しいですよね。で、しかも、がっつり規制っぽいんで、っていうのあるんで、まあまあ、微妙なんですけれど、今後もね、こんな感じでガジェットだったり、格安 SIM、また格安 SIM もね、新しい格安 SIM、契約予定です。うん、前回ね、一番新しく持った格安 SIM、LINE モバイルの SIM 持ったんですけど、それをうちのね、母にあげたので、うん、iPhone 5S と一緒にね、設定してお渡しました。なので、その SIM、もう今、ルルカの手元にないので、まあ、またね、新しい面白い SIM を触ろうと思って、今度は予定ですけど、あくまで予定なんですけれど、DMM の、DMM モバイルの SIM をレンタルしようと思っています。これね、11月の末まで、手数料が無料。多分3000円とかですかね。3000プラス税というかですか。3240円とか。と、なおかつ、新しく、Twitter とか、Facebook とかそういうのの、何ですか、パケットを、カウントフリーというものが、オプションで始まりました。で、そのカウントフリーが、さらに、12月の何日だかまでの間、無料になります。なので、初期手数料が無料で、その、カウントフリーの部分も無料で使うことができるので、その辺をね、実際どうなのか。うん。カウントフリーはどの位置まで使えるのかとか、カウントフリーになった時の速さと、そういうのもね、ちょっと面白そうなので見ていこうかなと思って契約予定ではあります。まだ契約してないんでね、もしかしたらしない可能性とかもあったりとかすると思うんですけど、そういう格安 SIM だったり、こういうモバイルルーターなどなどね、いろんなお話していきますので、よろしければチャンネル登録して、いただけると嬉しいです。評価の方もよろしければお願いします。あとはコメント、今回の、ね、説明内容でわからない点、もしくは今のところね、ルルカが説明している内容でわからない点や聞きたいこと等もね、気軽にコメントいただけると嬉しいです。基本的に全て返事しているんですけれど、うん、まあ、内容によってはね、今回のように動画にしてアンサー答えをねアップさせていただこうと思っています。その方がね、やっぱ動画で見た方がね、口で言う、ん、動画で出した方がコメントで返したりするよりね、分かりやすいと思っています。自分的にはね、個人的になっちゃうんですけど。って感じでやろうと思います。今回も DMM の雑談の聞いていただいてありがとうございました。